このチャンネルは惑星科学の専門家によって運営されています。皆さんこんにちは。学校で教えてくれない今時の惑星科学の話をします。皆さんは遊星からの物体 X という映画をご存知でしょうか。数万年前に南極に落下した物体の中に生物に寄生する能力を持った地球外生命体が潜んでおり、南極探検隊を次々と襲うという SF ホラー映画の傑作です。この映画に限りませんが、氷の中に潜んでいた古代の微生物が蘇るというストーリーは SF 小説などではおなじみの展開かもしれません。しかし現在の地球上で実際に氷の中から古代の微生物が発見されることはあるのでしょうか。氷河の中から太古の微生物を発見することができれば、その時代の地球の環境を推定することができ、地球の気候変動を解き明かす重要なデータとなります。しかしこういった研究例はまだ少ないのです。その最大の理由は氷河の中に保存されている微生物の数がそもそも非常に少ないためです。一般的に海水に含まれる微生物の数は1ミリリットル中に1万から100万個程度ですが、氷河の中の微生物の数は100個から1万個程度です。つまり氷河の中には海水に比べておよそ100分の1の数の微生物しかいないということです。数が少ないということはその分検出するのも難しいのです。私たちが住んでいる日常の空間にはありとあらゆるところに微生物がいるため、採取したサンプルを解析する際にはできるだけ無菌の状態を保ち、周囲からの汚染コンタミを抑えないといけません。生物系の研究は常にコンタミとの戦いなのです。2015年にオハイオ州立大学を中心とする米国と中国の合同調査チームが中国北西部のチベット高原にあるグリア氷房と呼ばれる山岳氷河でアイスコアのサンプルを採取しました。アイスコアの採取は山頂と山腹の2地点で行われ、最大で50メートルの深さまで掘るという大規模なものでした。研究チームは採取したアイスコアを汚染しないよう厳密な手順を踏みながら、中に冷凍保存されている微生物を採取し DNA 解析を行いました。その結果33種類の系統のウイルスが発見され、そのうちなんと28個が全く新種のウイルスであることが明らかになりました。この時採取されたアイスコアの年代は1万5000年です。ちなみに1万5000年前というのは人類が犬の家畜化を始めた頃であり、海面上昇によって日本列島が大陸から分離しつつある時期でもあります。日本列島から最古の時が出土したのもこの頃です。このように1万5000年前の氷河から多くの新型ウイルスが発見されたことは科学界にとっては大きなニュースとなりました。研究チームの論文は現在査読中であり、バイオアーカイブにおいてプレプリントを入手することができます。さて皆さんの中にこう思った人はいないでしょうか。危なっかしい古代のウイルスを蘇らせて大丈夫なのか。基本的にこういった研究ではコンタミを防ぐために厳重なクリーンルームの中で作業します。また私たちの身の回りにはもっと危険なウイルスがたくさん存在するため、あまり深刻に考える必要はないでしょう。しかし古代のウイルスが原因となって感染が拡大した例が近年報告されました。2016年にシベリアで炭疽菌による大規模な感染症が発生し、トナカイ2000匹が死亡し96人の住人が入院するという事件が起きました。この時感染症を引き起こした炭疽菌はシベリアの永久凍土の融解によって拡散したと考えられています。しかし何万年もの間凍結されていたウイルスにそんな感染力があるのでしょうか。これに関しては2014年に米国科学アカデミー企業で発表された論文が参考になるでしょう。永久凍土から採取された3万年前の巨大 DNA ウイルスを培養したところ、アメーバに感染する能力を未だに持つことが報告されたのです。事実は小説よりもきなり SF 映画のような話が実際に起こり得る可能性があるわけです。地球温暖化によって氷河や永久凍土の融解が進んでいる昨今、氷の中から蘇った古代のウイルスによる感染症のリスクは確実に上がってきているのです。それではご視聴ありがとうございました。面白いと思ったらぜひチャンネル登録をお願いします。皆さんのご支援が次回の動画を作成する時の大きな励みとなっております。それではまた。